立山黒部アルペンルート大木沢行きのバスをご利用のお客様、駅を出まして左手に30メートルほどお進みいただきますとバス乗り場がございます。バスの切符はバス乗り場のところでお求めください。次のバスの時間5時30分です。